はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。ウィッはやでいいのかな。うん、呼び捨てってことは仲いいのかな。ああ、後輩なのか。うん、なるほど、くせ者なわけだな。うむ、うん、待てーこの野郎。いきなりっすね。何をやっているんだ。泥棒、うん、それ返せ。うん、ひったくりか、なるほど。待てっつってんだろ、聞こえねえのか。かわいい。なんだあれ、羽。ああ、あれか、なんかキーホルダー的な感じなのかな。キツネの尻尾みたいな。 BGM いいっすね。ロックマン感あるわ。性犯罪者強えんだな。あ、なんか言ってたもんな、さっき。うん、うん、てめえそんなチンタラ走りで逃げ切れると思うなよ。私のスタミナなめんな。絶対逃がさないからな。やるね、小動物。すごいな、獰猛なんだ。すげえな、唯我独尊だな。うん、校長先生、なるほど。あらあら、うん、目立ち無用って言ってるでしょ。モブは引っ込んでて、あたしに任せとけいいの。うん、あら、そんなにか。成敗。ほう、とくと味わえ我が剣を。バルキリープロファイルみたいな。その身に刻め真偽。うん、まがまがしい。やっぱあれか、バルキリーなのか。違うだろうけど。うん、ん、おお、おお、すげえ。引っ張るのか。達人か何かの確保。あ、
ちょっと待って、これか。ごちそうさまです。白か、かわいいじゃない。うん、残念でした。ゲームオーバー、私の勝ちだね。絶対逃がさないって言ったでしょ。ヒョウ柄こんな感じだったのか。やんちゃなんだな。あ、かわいいこの顔。うん、そのなるほどな。みんなが心配してたのはこのことか。かわいいかわいい。やりすぎ。どこが？ちゃんと穏便に転がして捕まえたじゃん。転がして、それは、ちょっと夢中になっちゃって、戦闘力を上げるためにセルフでバーサークしたっていうか。クラスに一人はいる地味メガネのオーラが出まくってるから。うん、うん、まあなるほどな。私はヒーロー体質だからどうしても目立っちゃうの。おうん、すげえよな、確かに。大丈夫だよ、私はパンツ見えても気にしない派だもん。水着と面積同じでしょ。ポジティブシンキング、ありがとうございます。拝ませていただくわ。うん、比べりゃおとなしくなったと思わない？ほら、ちゃんと怪我させずに捕まえたし。そうなん、どんなんだったの。はい、転生します。あ、無理だこれ。うん、半年前。あら、大変そう。経緯、犯罪に対して言うと思うかな。違う、そういう感じなんだ。うん、
へえ、身体能力。放置しておくと危険だから重りをしてくれってことか。なるほど。やっぱり溢れ出る正義感が悪いんだろうな。犯罪者を見つけるとこう全身の血がふつふつたぎっちゃってさ。悪い子ではないのかな。捕まえてボッコボコに叩きのめして被害者に土下座させてやりたくなるんだよね。おい、だってわかるでしょ、犯罪も犯罪者も大嫌いだもんね。憎くって許せなくってぐるぐるしてる。私と同じ。可愛い、普通にしてれば普通に可愛い。うん、共感する。そうなのか。うん、先輩って本当に賢くて真面目だよね。ん？ LINE？ やっぱすっかり忘れてたよ。うわあ、攻撃されてる。しかも5本も刺さってる。何？くっそー、もう2日も守れてたのに。私のコイン返せよ。何？今一大事なんですけど。遠藤さん、うん、ちゃんと送ったよ。今病院でお仕事中じゃない。遠藤さん、噂の遠藤さん。くらい、こら、こら。聞いてね、うん、そりゃ送迎までが私のお仕事だ。ボディーガードか。私がいてもお邪魔でしょ。無神経だし神経逆なでしちゃうだけ。遠藤さんのお仕事は繊細だからね。うん、サルベージ。パズドラ。いいじゃん、天童さんを一人で行かせるよりは。あの人危なっかしいし、ボディーガードいた方がいいっしょ。うん、はいはい、よろしくね。うわ、敵の援軍が来た。忙しそうだな、いろいろと。ついに出るのか、天童さん。元勤務先。山の神様は得意になって言いました。お安いご用さ、ちょっと糸をたぐれば、ほれこの通り。おお、この子か、メインヒロインみたいな。またでかいですね、うん、いいゲームだ。すると干上がっていた池はみるみるうちに綺麗な水でいっぱいになりました。村人たちはほっと胸をなで下ろしました。ああ、よかった、これで作物に水をやれる。冬の間飢えて死ぬこともないぞ。いい人っぽい。なるほどなるほど。ん？誰ぞ？見た。
あー、この子がそうなんだ。10歳ぐらいつってたもんな。うん、はあ、そっか、カウンセリング的な感じなのかな。違うか、癒してる感じだよな。村人たちは山の神様に恩返しをするために立派なお堂を建てました。そして秋に実ったさまざまな作物を神様に捧げました。うん、わあ、素敵、果物がいっぱいね。ゆうくんはどんなフルーツが好き？ゆうくん、素晴らしい。クラスメイト。うん。新しいメンバー。さっきの子が半年って言ってたよな。はやちゃんでいいのかな。うん。もっとじゃあ、本当に最近なのかな。うん。共感能力。心理的洞察。あー。すごいな、分析するんだ。ポリグラフ操作、そういうんだ。そう、発見好き、万能やないですか。やっぱカウンセラーか、そういう感じなんだ。なるほどね。先生みたいな感じだね。グリーフカウンセリング。すげえな。姉か。うん。大丈夫なのか？うん。そっか。話したくないんじゃなくて、今はまだ話せないんだね。いろんなものがドロドロしてて言葉にならない。うん、そうか。言葉いつかなる。片言だな。うん、あー、ショックでってことか。
ゆうくんの胸に溜まってるもの全部。どうすればいい？すげえな。そうね。うん。まず窓の外の景色を見て。なるべく遠くがいいかな。あそこに頭の中に飼っている動物を放すの。頭の中、動物。うん。うん。私はウサギを飼ってるよ。ユウくんは？羊。じゃあ、その羊さんを景色の中でいっぱい遊ばせてあげて。疲れてヘトヘトになるくらいに。そうしたらその日の夜はぐっすり眠れるよ。おお。本当？本当だよ。それでね、眠って眠って起きた時に羊さんとお話ししてみて。羊と。でも。飼い撫でて抱きしめてあげて。そしたらきっといろんなことを教えてくれるよ。変なの。ユウくんはユウくんの中に羊がいるってすぐに分かったよね。変なのはそこからだよ。本当だ、変だ僕。うん。眠くなってきちゃった？うん。そっか。それじゃあ、お部屋に戻ろう。また、来てくれる？もちろん。そうだ。電話番号教えておくね。いつでもかけて。聖母か。少しずつ打ち解けてきてくれたな。うん。遠野くん来てくれたんだ。わあ、タッチ絵超かわいい。というわけで、キリが良いので、良いのかな。ここで一旦切りたいと思います。あれだね、なんか主人公はなんか本当に超能力っていうか、そういう能力なんですけど、他の人たちはあれなのかな、なんかもっと現実的というか、なんか、うん、でも他のなんか一般人よりなんか秀でた能力持ったみたいな感じの人なのかな、まあ、わかんないですけどね。おー、面白くなってきましたね。天童ゆい、天のわらべ、優しい衣、素晴らしい名前です。じゃあ、次回に続きます。お疲れ様です。